するということで、ちょっと英検準1級試験でどういう回答を書いたのか、どうやって型は覚えました。やばいですね。で何点だったんですか。どうも、始まりました。ムチチャンネル。さあ、ここからですね。はい。カズコにおいでいただきまして。カズコもう英検使って立教に出願するということで、ちょっと英検準1級試験でどういう回答を書いたのかをちょっと見ていきたいと思います。で、プラスでまあ、スピーキングのね、ちょっと SCBT 受けるということなので、その辺のアドバイスもしていきながら見たいと思います。はい。では、どうだったんでいい？どうだったんでいい？そう、どうだったんでいい？はい、どんな感じだったのか。はい、見ましょう。じゃあ、回答を。びっくりした。いきなり、I think っていうメッセージ来たと思ったら。はい、では、行きます。あ、endangered species の話だったんですね。はい、なるほど。I think that endangered species should be kept in zoos. ということで、はい。ズーに endangered species を入れた方がいいってことですね。I have two reasons to support my opinion. In terms of education and the environment. あ、in terms of ちゃんと覚えていきましたね。どうやって型は覚えました？型、紫の本。色で。まあ、わかったけどね。わかりました。はい、あと、ジャパンタイムズね。ジャパンタイムズから出てる英作文完全制覇だ。英作文で決まるみたいな。はい。だから、ね、はい、英作を取ろうっていうことでそれやりました。うん、それが大事。今はだってね、まだ英作文1台しかないですから。ああ、なんか来年からみたいな、はい。増えます。チャンスなんですよ、今が。だから、ラッキーですよ。うん。来年から点取りづらくなると思うんで。あ、ライティングで。そう。あ、なるほど。ライティングが2台になっちゃうからね。ようやくですからね、しかも。英語の要約です。The first reason is that protecting endangered species benefits people. おっと、ベネフィットの動詞で使いましたね。そう、ベネフィット、人の形と、人、ベネフィット from 何々の形ですね。間違いやすいやつですが。For example, keeping endangered species can provide a great opportunity to learn nature. はい、ネイチャーを学ぶ great opportunity を与えてくれますと。It means that people can learn importance ofanimals' lives, which is benefit. にゃ。まず、the importance of です。of かかる場合は、the を入れる。learn the importance of。the を入れるんですね。後ろからかかってるんで、of が。うん。animals' lives。まあ別に、animal lives でいいと思うけど、まあ別に、さあ、animals。ああ、そっか、live。そうですね。で、which is a benefit でしょうね。ああ。The second reason is that protecting endangered species enables、うん、S がない、手術 enables to them to live safety。 これよくやっちゃう間違いですね。はい、うん、典型的な間違いです。 safe っていう単語は非常に間違いやすいですね、はい、ここに入るのは何詞ですか。 live の後ろだから、ん、 live の後ろに置くのは何詞ですか。 We can live 何々って言った場合に東京、なんで in 東京、 live in 東京になりますね。名詞を置くんだったら safety は何詞ですか。副詞。副詞じゃないですね。 safety は名詞ですね。あ、名詞 ty で終わってるから名詞だから副詞にしなきゃいけなかったのに名詞にしてますね。そうです。 safe は何詞ですか。え、 safe は名詞じゃん。 safe、 あ、 safe が副詞。違う。まだ訳わかんないでした。 safe は、 safe 意味は this place is safe、 安全、なん、何詞ですか。 this place is safe、This is 名詞。名詞じゃないですね。形容詞。形容詞ですね。もちろん安全なですね。Safe place、ね。名詞の safe、ちなみに意味してますか。安全って意味じゃないですね。安全って意味は safety です。安全は safety。はい。safe。そう、違いますね。safety バーを下ろしてくださいと。ああ、safety バー。はい。で、safe は安全なって言いますけど、名詞の場合は金庫ですよ。金庫？はい。あ、初めて。初めて知った。はい、知ってください。ということで、副詞は？え、副詞、副詞です。政府は形容詞です。副詞がセーフ。セーフティリー？セーフリーです。セーフティリーって何？なんで名詞に ly くっつけて副詞誕生してんの？そう、セーフリーですね。Live safely なので、ここをちゃんと、はい。いや、でもそうです。文法問題も何しかっていう、うん。何しか、夜しかみたいな、はい、やばいですね。はい、ここが聞けないといけないってことですね。 Live safely ですね。 Live safely, them to live safely. In many cases, if endangered species live in wild space、 なんか野生みたいな。ああ、そういうことですね。 Live ってことね。はい、その SA、 猫が鳴き出しちゃった。はい。 They could be killed by enemies。 ああ、なるほどね。
killed by their enemies ってことね。まあ predators ってことでしょうね。ああ。捕食動物。確かに本当だ。で、by keeping endangered species, however, they can live longer。なるほど、longer だっけ。For these reasons, I believe that it is vital to protect endangered species. ズーどこ行っちゃった。ズーどこ行っちゃった。ズーズーで。ああ、ズーでも一個目と変えなきゃって思ったから。ズーが大事です。確かに。え、これ自分がこうやって書いたっていうので、で何点だったんですか結局。698点。お、750点。はい。これは何点、オーガナイズは何点とかって出るんだっけ。でまあチャット GPT に入り直してもらいました、ね、あーチャット GPT が直せるんだ。そうだよ直せる、知らなかったの。 I believe that endangered species should be kept in zoos. I have two reasons to support my opinion regarding に書いてる。多分その同じですけど、なるほど。 The first reason is that protecting endangered species benefits people. 同じだ。 For example, keeping endangered species in zoos provides an excellent opportunity to learn about nature. About と言いますね。About nature. This means that people can understandで、あ、やっぱだ、入ってね。The importance of, ほら、animal lives でしょ、やっぱり。Which is beneficial. The second reason is that protecting endangered species allows them to, enables, allows にしますね。Them to live safely になってます、やっぱりほら。In many instances, if endangered species remain in the wild, あ、in the wild ね。Remain in the wild. いたら、they might be killed by predators になってる、やっぱり。By keeping them in zoos, however, their lifespan,can be extended. あ、いい言い方。ライフスパンが長くなるというふうに。For these reasons, I believe that it is vital to protect endangered species. まあ、ここほとんど変わってないですね。はい。あ、そうか。設問知らないから。そうです。設問知りません。もう、どうしてくださいっていうのは知らない。まあ、別にそれもできるし。もう書いたりなんだりもできるので。はい。こういうふうに AI 使えばいくらでも添削できるんで、だから、そのスピーキング試験の時も。できるんですか、AI も。で、まあ、別に音声書き出すアプリとか使えば、それでバーって書き出して、で、それをチャット GPT にぶち込めば、それでバーってやってくれるし。まあ、もちろんいろんな Notion AI とかもあるし。で、あとはいずれどうせこれも音声認識で、ます音声でできるようになると思うんですね。それはもう。今、あの画像認識が入ったんで。画像をぶち込めるようになったんで、今度は絶対音声だと思うので。今時代はそうなっておりますね。時代は進んでます。はい、作る側の人間じゃないの。進んでますね。作る側でしょ、でも。はい。ことでございました。なんで、はい。和子のこれですね。点数とかもぜひ参考にしていただきまして、はい、結構勉強になったと思うので、もう自信ありますか、ちゃんと。スピーキング。ないですよ。ないです。もうすぐ受けなきゃいけないんですから、もう、ちゃんと特訓しないといけませんので、ぜひ録音して。録音して、チャット GPT。書き出してもらって。それで部長が直してくれますし、まあでも採点記事をチャット GPT が知ってるわけではないのでね、まあ、こういうのも使ってやっていけますので、はい、じゃあぜひぜひ頑張ってやってください、はい、じゃあマーチには届いてください。やばそうということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。テキホーチン共通テストバックやっていきたいと思います。